はい、どうしますチャードですジョンですソードロです今日の企画は理想のエッジドラフトドラフト来ました久しぶりですね久しぶりやなエッジは理想のエッジ久しぶりやなそんなどういうこと理想のエッジ何やってんねん久しぶりのやつや変わってくるんだ最近してねえなダメかなはい、ちなみに大谷翔平って、はいはいはい、ドラフトの時1球団しか引かれなかったっていうのをなんか聞きましたね。いらんやろ。なのでまあだから全然人気なくても後に伸びるかもしれない。なるほどね。伸びるって何？二刀流になっちゃう。急にそれがスタンダードになるかもしれない。なるほどな。今回ご用意しております。はいはい。エッチですね。頻度。はい。始まり方。はいはい。SM 度合い、相手の相手の SM はい、で、前技時間、本番時間という戦い方になっておりますなるほどねこれ結構でもみんなバラバラやからそんな被んないじゃんいや、そうなんですよね、被んないと思いますけどね全員部屋で終わるじゃないですか、今日全員理想の懐かしで終わるんじゃんそうですねまあ、ぶっちゃけエッチできればいいんだとかありますしねそれはずっとエッチしてないやつできるだけでありがたいになっちゃってんだよギンギンなんやねんさっきからねバチェラーの時から昨日の独房出たやつだよね味濃い飯が伸びて女を抱きてって先が伸びてはいまあまあこんなんからいただきたいと思いますそれではやっていきましょう頻度ですねはい頻度です週1回週2回2週に1回月1回なるほど理想ねです理想ですよね理想それでは一斉にオープン週2回週1回2週に1回週1回おおそっか俺とシュクロが取ったんだ取ったんかガーッいただきましたシュクロ少なく少なし俺これでいいっていうことにねあの、年取るごとにやっぱなってきたええ現代してきてんのいやだからもうちょうどあのいいねええちょうどいいちょうどやりてほんとにやりてムラムラっていう時でやるぐらいの感じやるぐらいの感じええ2週に1回なんだ大人大人やな大人ですねそうそうそうまあ気持ち的な集合でしたいんですけどあれすごいむさぼりたいんですけどでもそのむさぼってしまうと僕ちょっと本当ずっとそれやってしまうそうなんだそれもはいなんかね人として終わってしまうそんなするんだから週1ぐらいにしとかないとちょっとダメだな週1ぐらいがねあの人間としていられるのよねそうなんですよ週5だったら化け物になってまうかもしれない一生でしょ一生最後の方もなんか這いつくばれながらやってるでしょそう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 ね、じゃあ週一が大事週一で取れましょうねドラフトですねせーのおーありがとうございますあらあらほら月1回しかできなくなっちゃったでもね、全然全然遠距離ですから遠距離やったら全然まだまだ大丈夫ですよねはい、さあ続いていきましょうはいはい続いて始まり方はいはいはい自分から誘うはいはいじゃれ合ってたら自然に相手から誘われる。はい。する日が決まっている。ああ。それでは一斉にオープン。じゃれ合い、じゃれ合い。相手から誘われる。じゃれ合い。うわあ。おお。強い。かけてる。マジで。まあでもじゃれ合いよな。まあまあ自然はね。うん。俺これ理想って言ったら俺これかもマジで。攻められたいんだ。相手から来られたい。2週間に1回。キスされた。ちょっと待って。どうやみやん。確かに。最近の傾向。そうなんですよずっとド M じゃない M とかいうよりかこれ興奮するんですよねなんかこの子が能動的なエロやんみたいなそれもない能動的なエロやん攻められてるが興奮するそうなんよそうなんよいやありがとうありがとうおめでとうございますおめでとうなそれはなうわいいなじゃあじゃれ合いで撮りますかどれでもいいですかじゃあこれでせーのなんでなんなんこの人自分からリーダー強いなやっぱねなんなんこの人うんいやこれですわ残りがですね自分から誘うかする日が決まっているかこれは大丈夫ですよこれ持ってるのもいいからせーのかぶったな自分からさあ自分からまあそりゃそうやなマインドコントロールしようとしてきてるやんダメよ絶対嫌やもん決まってんの週一決まってる確かに決まってんのちょっと嫌だもんなほんまにテンションが上がりづらいというかせ
せーの。うわ、最近弱い。くそ、最近弱い。耐えたー。最近弱い。確かに今全部取れてないから。あぶねー。探する日が決まっている。はい。で、じゃれ合ってたら、どうかんとですね。はい。ないで、相手から誘われる、はい、自分から。ありがとうございます。軽めのバイトになってきたな。はい、行きましょう。相手の SM 度ですね、続いては。はい、相手ですね、これは。はい。女性側の。いきます。はい。ド S。うん。ソフト S。うん。はいはいはい。ソフト M、ド M。うん。相手ですから。うん、うん、あー、いきますか。はい、せーの。ソフト S、 ド M。 ソフト S、 ソフト S。 うわーい、やめてくれよ。なんでなんで、取れたー。そんな人気、やっぱそうでしょ。やっと取れたー。俺ら M チャンネルやねん。ド M チャンネルやねん。なんでなんで。俺は、俺言っていい、俺は、あの、週に固定だから、あの、なんかこう、あっちも積極的になってほしかったのよ。あー、そう、積極性が俺欲しいから、うん、S が積極じゃん、うん、M が受け身だから、うん、ってことでソフトでおいただきたかった。なるほど、なるほど。俺も相手から来る人選んでるし、うん、はい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 、ちょっと S ぐらいの子をやっぱめちゃくちゃにするのが一番いいですからね、うん、おい、あ、どういけよお前。そうやね、ほんまに。速度ぐらい中途半端なさ。速度にさしてよ。逃げんじゃないよ。逃げんな、もう向き合え。自分と向き合えよ。あ、M なんだから向き合えよ。下向きは豚が、豚が、豚が、豚がはやめてください。せーの、頼むぜ。うわーい、そのタイム。うわ、M の神様だ。ソフトです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 。何やねんそれ。俺とソフト弱くない？最近。ド S とソフト M か。残りが、はい、ド S とソフト M です。ド S どこまで行くやろうな。の、ソフト M。頼まって。俺エッチできないって。自分から行く。ろうそく垂らされたらエッチできんって。だから目覚めるから。目覚めるできるから。目覚めんって俺。パンツかぶせられて、こうやった時目覚めんかったやから。やられてんのかよ。じゃあ試してみて。品川あたりで、今日は扉開かしてくださいね。試したことあんねんから俺も。見えらんねえ、絶対こっち。せーの。なんでだ。なんで俺は。そうだった、そうだった。あれ、え、あ、あ、見せて。おお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 お。こんな当たりですよ、この当たり。これ、ソフト M なんて普通に当たりですよ。普通に当たりです。多分一番人気ですよね、本来一番人気。ソフト M、 俺に触れんかい。週一でロウソク垂らされる俺に触れんかい。ロウソクどころじゃないか。ロウソクどころじゃないよ。毎週ムチもあるしな。ムチもあるんすか。ムチもあるし、何にも縛られるし。そうよ、マジで。最高やん。いつか来るで、あの、ハンスルの撮影の、ちょっと俺今日ハンスルダメやわ。あと、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 ぜひ来るで、いつか。すー、前儀いきましょう。はいはい、前儀、前儀の時間。はいはい、前儀5分。はい、あー、なるほどね。15分、はい、両方してってことだよね、これは。そうですね、うん、5分、15分、30分。はいはいはい。1時間投げ。なるほど。5、15、31。それでは、はい、一斉にオープン。30、30、30、5分。早いなこれ。僕がね、1時間前にしたら何発垂らされると思ってるんですか。確か。いや、お互いやから。いやいや、フルコンボされたくないもん、俺、毎週。逃げの5分だ。逃げの5分。逃げの5分。これやったらギリ。まあ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 。僕も気持ちよく耐えられるんで。やっぱここ人気か。30か、やっぱり。で、どれぐらいの比率ですか、男、女の子、バランスで言うと。はぁ。あ、でも俺が長いかも、攻めてる時間の方が。俺も全然、俺もそうやと思う。言ってもそうそうそう、俺も前儀がもう本番やから。なるほど、そろっと前儀抜けるやん。前儀が本番。前儀本番。一切かっこよくないって感じですかね、じゃあ男の理想は。これも人気よな。せーの、スタート。おー、強っ。今日強いぞ。今日強っ。30分。
30ミニッツ。まあ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 。強いんやけど、掛け声ね。ダサいダサいから。ダサいんやね。また英語で言うんや。横文字言ってくるんや。行くんやったらシャラポワぐらい言ってくれんと、そういうの。昔のサーディーで。中途半端な声量で、周り見ながらちょっと。残りがですね、5分と、あ、じゃあ15分と1時間です。意外とどっちでもいけるかもね。あ、15と、あ、お前15残ってんだ。全然やん、こんなん。そう。シンプルにこっち、オッケーです。うん。勝つでしょ。せーの。15。あー。1は長い。1もいけるんだけど、結構気合入れてるから、それって。そう、そうなんですよ。そう。で、毎回はちょっときつい。俺は、週2やってるんで、週2で全部1時間使ってたら、俺の時間っていうのが結構なってくるっていうところで、その週1とかなら全然1時間いいんですけど、ってところは15にしましたって感じですね。はいはいはい。俺こっち、あ、セクシーな。ウルケツさん、そう、ウルケツセブリック、ビアポーン、わからんわからんもん。きたぜ、強いな、やっぱ、この時は。なんで俺はこんなに弱いんだ。1回でも15分やったら監督攻めきれます？確かに。まあまあでも全然全然全然交換とかなしやからそうね、そのトレーニングカードみたいな感じでさ週1時間いやいや、いいですよ、1時間取ってくださいよ、それはもう1時間ええやん、別に全然いいと思いますけどね。週2時間固定されてるやん。まあ人生の2時間ぐらいはね、2時間15分、30分5分、あー長くなってきた。じゃあ最後いきましょう。はい、ここからが本番です。はい、いろんな意味で。はい、そうだよね、確かに確かに、ここ大事よな。本番です。本番やもんな。はい、本番5分15分30分1時間、一緒だ。なるほどね。一緒でございます。それでは一斉にオープン。30、1時間30。マジで？あ、そんな、俺結構意外だったわ。もっと15とかだったの。ねえ、そんなもたんくないだって。そうそうそう、もたんから俺は理想だよ。おい、どういうこと？普段わけわかんない世界だから、30分してみたいなっていう。なるほどね。みんなこの長さで行くんだ。1時間、そんな逆にだから前期がそんなしっかり長さだから、そう、僕はもう入れてっからだみたいな。月1しかないから。あー、そういうことね。月1ですもんね。そう、あー月10時間はやりたいね。余裕よ。余裕ですよね。余裕。俺だって今のところ月8時間前期しますからね。この工事で。違うとしたら。8時間で、これ1回セミ取るもんね。そうそうそう。セミ取るから8時間は。これ出たら月12時間ぐらい。エッピーに費やすってこと。でも30なんや。けど、やっぱ10は短い。あー。でも30ぐらい、こう、やっぱその、15って考えて3対1したら1個5分なんやって考えたら短くない？あ、そんなにって思って俺は、せっかくのコミュニケーションなら熱く取っときたいな。ごめんね、そんな、そんなやったか。まあ全然行っちゃうからね。こっちはな、早いのなんで格好つけてるの。俺が悪いみたいな。監督、あの、格好つけないときつい。絵が持たないんだ、絵が持たないんだ。なるほどな。2人は、ソートロンもじゃ同じような理由？俺はもう入れてさえしまえば、相手そんな僕のこと攻めてこれないんで。あー、そういうこと？だからもう動かずに、行きます。いや、っていうのが20分入ってます。あー、なるほどね。はい、これの10分です。なるほどね。20分何してんの？入れた状態で、もうグリップしといて攻めてくる手をパッ弾いてる。防御や。縄繰り出してきたらパシッとね、クルンって返してパンって。何やねん、どうぞ。できたら何してんの？どうぞ。大丈夫だろ、もうこうやってかわして。戦闘じゃないんだよ。何してんの？なんでトークが駆けいそうなの？そんなこと10分でいけるの？すごいな。せーの。あ、あ、あ、しゃー、はじいた手で。しまらへんな。しまらんな。はじかんだけど、取ったんだよ。大事ですね、30分はでかいっすね。しゃー、結局早い、俺らは夢見たのか。お前ら、現実やわ、見せられたの。そう。じゃあ残りがですね、5分と15分になっております。これはマジちょっと頼むわ、足黒。頼むわ、ほんまに。あの、だな、だって15分。いや、そうじゃないんだ。まあまあ、これはそうじゃないんだ。だって俺、前期5分10分で終わっちゃう。これ、短っ。短っ。週1、しかも自分から誘っといて。自分から、今日一緒にどう？って言って、10分後もう終わってますから。
ダッサーダッサイキッツイめちゃくちゃ奇抜な感じだよ。でドイツプレイされるんでしょ。そうそうそう、で5分で垂らされて5分で縛られながら腰打ってダッサキツイキツイダッサー最悪やな両親そうやけど5分はいつもの俺やからなちょっとイメージさしや実装じゃねえんだ5分は。あーしゃー危ねえ考える時間まあ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 よかったねこれは。あーこれ伸びたなプレイ時間が。よかったー 5-5 やったら同じの方が長いだろうつらそうやな初めてもそんなもんじゃん。はいということで、はい、皆さん、はい出揃いましたかね。じゃあ清水さんからいきましょう。清水さんじゃないですけどジョンは週2でする日が決まってます。相手はソフト M です。前儀1時間本番30分します。なるほどね。なかなかこってりですね。こってりやってんな。いやめっちゃ好きなやつだね。こってりですね。めちゃめちゃやってんな。付き合いたて1ヶ月です。いやほんまにそうやな。1ヶ月目のこやな。ちょっと持つかなって不安だけどこのぐらい持ってた方がねやっぱ俺いいと思う。はいはいはい。日本人セックスしなすぎる。俺はこれでいきたいと思います。なるほどね。はいはい、じゃあ行きますね。はい、僕が月1回じゃれ合ってする。そしてド M 前儀15分本番1時間。はいはいはい。エロ。あ、いいっすね。で頻度以外はもう完璧。頻度以外はねもう完璧ですね。これはこれだいぶエロい。だいぶエロいですね。めっちゃ高まった状態で。そう、スキン値めっちゃ高まってるからな。すごいよ。すごいっすね。でも前儀15分で本番1時間って今更ながらどういう。ちょっとおかしいよな。確かに本番早々に入れちゃってからからね。すごいな。そんなやり方があるんやな。でもこう入れちゃったら何でもできますしね。またここからこういじめることもできますね。一回止まってね、いじっちゃってもいいし。またいじっちゃってできますから。俺しちゃったりしなかったりね。これ1時間経っちゃったってこと。そうよ。いけるかじゃない。俺はいけるときいけるよ。俺もいけるときいける。マジで。つわもんや。選ばれし者にこの長い時間が与えられる。そうですね。エクスカリバーですから。え、です、私たち。ぐんぐんにいるとエクスカリバーになってもらってますからね。このチャンネルは。このチャンネルはね。学んでくれ、そこだけは。はい。いきますね、はい。2週間に1回、相手から誘うソフト S。はい。前儀30分、本番5分。あー、M じゃん。ド M やろ。ド M ですぐ行っちゃったよ。向こうから来られて、じっくり目に前儀やり合って、最後5分に行っちゃうっていう。普段通りや。普段通りですほぼ普段通り。めちゃくちゃ目に見えるもんね。シクロがこの5分こなしてるの全部合わせて。今まで自分で言ってきた動画で言っていたやつが全部ここに詰まってる。からのシクロ。シクロの人生だこれは。見えるわ。すごい。あ、僕はもう週1で自分から誘ってド S な相手に前儀5分、本番15分。まあまあ、刺激的な。刺激的ですけどね、結構。刺激やな、だいぶ。だいぶ刺激的やね。俺から言ったり攻められるっていうか。そうそうそう。また攻めてくれよ。でも短いっていうね。自分から行かないとっていうね。はい。はい。今回も楽しい時間が過ごせましたね。楽しかった。あやかせんやね。あやかし、あや、あやしとんの俺ら。保育園の先生。保育園先生じゃないんだ。そうやな。楽しかったですね。まあまあ、一応ね、僕らの好みが。まあ、結構。時間とか頻度取り合ったもんね。まあそうやな、この辺りにちょっと寄るのかな。大体寄るところはやっぱり共通してたかな。ソフト M で30分とかどうですかね。やらしてもらえるだけいいよね。なんかいいね。おかしいな、おかしいな目線で。この辺は夜の相性の動画でね、話し合って合わせていくものだみたいな感じしますんで。そうですね。こちらも見ていただけたら嬉しいです。はい、ということで今回の内容を参考にしてみてください。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。